ここ何年かのね中国リーグのそのお金の使い方とかいろんなことが大きく変わってると、我々も変えていかなきゃいけないとことか、もう一回こう見直さなきゃいけないところがあるのかなっていう、それが大きな狙いじゃない。若いね。河南建業の副社長だってまだ30代じゃないの。運営してる人も若いし、その副社長も若いし、絡んでる人もみんな若いなっていう、それが印象的。パワーある。パワーあるんじゃない。だからうまくいく可能性も思ってたよりあるなっていう気がする。まあ今金やからだけじゃないと思ってたけど、そんなことないんだなっていう気がするね。あの後ろ姿はよく見たことあるよ、はい、若干正しいな。カシューズやったもんね。基本每一所学校都要修贾秀全，贾秀全指导比较喜欢，他比较善于发现年轻人，会训练年轻人，因为以前是国青国奥的教练在中国，所以他比较擅长。はっきり言ってたのは、あんまりうちは他ほど金使ってないと、で地元だから若い選手を使うんだっていうのもはっきり打ち出したんで、甲中高大とかあの北京国安みたいにもうお金すごい全部に使ってっていうスタイルじゃなくて、意外とその自分たちの特徴とかを当然出そうとしてるなっていうのもあったし。シンプルにゴール目指していくっていう、そういう姿勢、あるいは1対1でどんどん仕掛けていくとか、クロスがどんどん入っていくっていうのは感じるね、勢いは感じる。フロンターレで結構目立ったレナとか目立たないぐらいだから、他の外国人の目立ってるぐらいだから、ある面でとは変わんないレベルに来てる感じはするしね。レフリーの笛に関しては叩かせる、少々荒いプレーでも結構普通に流してる。だからそういうのを多分お客さんも求めてるんだろうなっていう感じ。攻撃で前に行けそうだったり、こう激しい戦いがあったり、そのピーとかなんか吹いてない。逆に前にチャンスがあるのにすぐ後ろに変えたりしたら、なんかブーってもう言ってるし。意外と目が超えてる。超えてるな。思ったより目が超えてる。あのそういうチャンスを逃すと、ああっていう感じのため息があるから、そういう若い人たちも当然海外のサッカーも見て目が肥えてきてるなっていう印象があったね。メッシとクリスチャン・ロナウド難しいけど、それ以外なら取れっかもねぐらいの感覚でいるところあんだ。本当にいいか悪いか別だけどな。ただそれってすごいパワーを持ってるわけだよ。でそういうとこだけかなと思ったら、さっき言ったように河南権限を見たく、うちは若い選手であるっていう、で絶対そうに分かれていった方が面白いし、広州から北京からなんかこの上海からいろんな地域性持ってるんで、やっぱり人気が出る外国人と監督さえいれば人気が出る、まだまだ続く可能性はあるな。まあ J リーグもあれじゃない、みんなこうちょっと平均化してきちゃったっていうのはあるかな。平均化して安定はしてきちゃったと、このここら辺の安定じゃなくて、どっかやっぱ突き抜けてくクラブがやっぱこう出てきて、でそれでやっぱり ACL もやっぱりそこに勝っていくとかね、そういう風になってクラブが出てくると、まあ全体がまた申し上げるんだけど、なんかここら辺で今まあ安定しちゃってるところ、どうにか突き抜けていくようにしたいなっていう感じだな。こんなずっとお金が払えるなんていうのが続くと思えないと。だからやっぱりちゃんと普及とか育成とか、そこをどうするかっていうのを手をつけなきゃいけないんだけど。